ポケモン XD 闇の旋風ダークルギアは2005年8月4日に株式会社ポケモンより発売された任天堂ゲームキューブ用ロールプレイングゲーム。前作ポケモンコロシアムの直接の続編であるポケモンの本格 RPG という振り込みで登場した。前作同様謎の組織との戦いを繰り広げながら彼らによって心を閉ざされ戦闘マシーンと化したポケモン。 ダークポケモンをスナッチし、リライブという手段で心を開き、元のポケモンに戻していくことが冒険の目的であるが、前作と異なり、わずかながら野生のポケモンも出現する。特定の条件を満たすことで、ゲームボーイアドバンス版、ルビーサファイアエメラルド、ファイアレッドリーフグリーンとポケモンの通信交換を行うことができる。さらに今作では、 ポケットモンスターダイヤモンドパールに登場するポケモンも一部本編に先駆けて登場している。ただし仲間にすることはできない。今作も対戦モードはあるものの GBA 版同士のフリーバトルしか行えず前作にあったような NPC と戦えるコロシアムモードは存在しない。前作同様ポケモンの鳴き声は GBA 版の電子音そのままであり。 出現時にアニメーションを取らないが、野生のポケモンだけはアニメーションを取る。前作ではほとんど直立不動だったトレーナーが、所持ポケモンにダメージを受けた際にアクションをするようになった。なお、前作とは異なり、メモリーカードは同梱されていない。基本的に GBA 版ポケットモンスターとほぼ同じものを踏襲しているが、3D グラフィックを採用している。前作と異なり、 移動中であれば、いつでもセーブができるようになった。また、前作は、今まで入手できなかったポケモンを入手できることを売りに、していたが、この XD が発売された時点で、すでに、GBA 版では、全種類のポケモンが入手可能であったため、今まで覚えられなかった、新たな技を覚えたポケモンが手に入ることを売りに、している。しかし本作でのみ覚えられる技については、 制作側が十分に把握していなかったためか、ダイヤモンドパールプラチナの Wi-Fi バトルターにおいては、本来覚えられない技として、不正扱いされてしまうという問題もあった。一方、GBA 版においてはキャンペーンでしか入手できなかった、ルギアが通常プレイで入手できるようになったのも、大きな特徴である。戦闘は、前作同様、物語序盤及びバトルさんライブ。 野生ポケモンとのバトルを除き、ポケモンを2体ずつ繰り出す、ダブルバトルで行われる。ダークポケモン専用儀の数が増え、手持ちに加えていない、パソコンに預けているポケモンもリライブを進められるようになった。前作、ポケモンコロシアムにも登場した人物が何人か、引き続き登場しているが、前作の主人公及びパートナーは一切登場せず、話題にも触れていない。 前作において、弟子と名乗っていたミラクルボ及び、部下のブレスとスーラは本作には登場せず、話題にも触れていない。前作では、シャドウと協力をしていたが、本作では、シャドウとは、全くの無縁である。前作から、幹部やボスは刷新されており、前述した、ミラーボ以外の前作の幹部、ボスは一切登場せず、話題にも触れていない。また、下っ端の衣装も、 別の組織化のように刷新され、研究員も前作とは異なり一般研究員と分けるようになった。本作は、ポケモンコロシアムから5年後のオーレ地方が舞台となっている。前作と同じ舞台であるが、野生ポケモンが生息したりアンダーを皮切りに廃止された施設など、多少の変化がある。コロシアムの構造、BGM などはポケモンコロシアムとほとんど変わらないが、フェナス。 アンダー、ボトムは廃止されている。また、ファイナルの BGM も従来のものに変更されている。ありがとうございます。